キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、B クラスから逆襲へ、東北楽天イーグルス。はい、はい、ということでね、さすがに石井さんも監督選任になって2年連続 B クラスはね、やばいっていうね、はい、ところで、まあ補強もしてね、うん、まあでもほぼほぼサバイバルポジションはないよね。え、でも結構予想スタメン一番難しくないですか、楽天。超簡単じゃん。まあ、うん、サバイバルポジションで言えば、キャッチャー、はい、ショート、うん、レフトかライト一つだね。あ、だライトかレフト。そんなもんか。だってまあファーストだから、ファーストセカンドサードで、はい、ギッテンス、うん、フランコ、浅村、阿部で確定やと思うんだよ。そうです。だからローテーションだ、ね、だからフランコがサード、うん、ギッテンスがファーストだった場合は、うん、阿部がセカンド、DH、浅村とか。あ、そっか。でもしギッテンスが DH だった場合は、うん、浅村がファースト、阿部セカンド、うん、フランコサード、サードで、フランコが DH の場合は、うん、浅村がセカンド、阿部がサード、うん、ギッテンスファーストみたいな、うん、多分これローテーションだと思うんだよ。まあ、どこか確約はしてないけど、そこにつくだろう、まあ、みんなが DH を回しながら回るっていうところで、まあ、ノーサバイバルだね。そうしたら鈴木大地選手と森選手が出るところがなくなっちゃいますよね。 でもそいつらより打てば出れんだよ。逆に言うと大地が去年2割5分7厘ホームラン5本っていうところで物足りないからフランコとか取ってこられてるわけでしょ。あ、これが物足り出たらそんな補強されないわけよ、はい、だから要は物足りないから、うん、取られてるっていうことを自覚しなきゃいけないから、うん、ってなったらもう内野はショートのみだね。だからショートはまあ小深田がね、はい、まあ、ほぼほぼだと思うけども、うん、まあ茂木があぶれちゃうから、はい、茂木がショートをまた行きますみたいなね、うん、はい、だから小深田、茂木、山崎、はい、山崎剛選手もだけど、うん、もう明らかにもう小深田一強なのよ。まあ、去年あれだけ掴みましたからね。そう、茂木も、まあ、当たったらすごいけど、うん、2割2分3厘だからね、うん、でまあ、小深田のちょっとスローイングなあるからね、まあ、茂木もショートで守備どうなんやっていうところもあるけども、うん、まあ、サバイバルだけどほぼ確で小深田だね。まあ、そっか、当選確実だね小深田が、はい、だからぶっちゃけノーサバイバルだね内野は。え、こんだけ人いるって思ったけど意外とノーサバイバルなんですね。うん、だってもう、うん、だってフランコとギッテンスがいることによってその2人絶対出るじゃん試合に、まあ、最初はね。そうですね、うん、だからその途中からは知らないよ、うんうん、でも最初は多分絶対出ると思うんだよ。ギッテンス、でそしたら阿部も絶対出るでしょ。出ますね。だって阿部より打つ右バッターって浅村しかいないんだから、はい、あの楽天に、うん、阿部も絶対出るで浅村も絶対出る、はい、ってなったらこの4人絶対出る、うん、でその4人が守らないポジションショートしかない、はい、でショートは小深田、うん、もうほぼ確だね、はい、うわライアン埋まりましたねそう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 、え、本当だ。でだからもう黒川とかノーポジだね。わあ、まあまあ未来に向けてまだ若いんでね、うん、うん、でももう期待されてるうちに頑張んないと、うん、いい言われてていなくなるやついっぱいいるからで、意外と浅村選手いると出てくるの難しいですけどね、セカンド。え、多分浅村がパッ、じゃ黒川がパッとしないから阿部とか取られちゃうんだ。まあ、だって黒川が良かったら別にそこ浅村黒川で良かったわけだから。そうですね、そう、黒川がパッとしないから、まあ、そうなっちゃうわけ結局はね。阿部選手もまたトレードで取ってこようってなるわけですよね。そう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 。で、まあ、キャッチャーは炭谷、はい、安田、太田、うん、で、もう全員でサバイバルとかもう全員で回すんじゃう。これ本当に分かんないですね。多分誰も勝てないんちゃう。勝てない、だから誰も一本立ちしないんちゃう。だってもう、あ、来る、あの炭谷が一本立ちするってそんなないからね、うん、正直、はい、だからで太田がじゃあ炭谷をどかしてまで一本立ちできるかっていうどこのバッティングじゃ厳しいでしょ、うん、で安田が、まあ、去年出だしね王っていうあのフルスイング見せたけど、はい、それに向けて一軍でどうなるかってまだ不透明だから、うん、3人で回すんじゃ。堀内くん出てきてくれないかな。だからうちは出れる。うちはそうですね、打てるのかって、ガンガン打って、はあ、で外野は、はい、辰巳と島内は確定でしょ、うん、もう確定ですね、うん、ってなってあと1個しか空いてないから、はい、だから辰巳がレフト行くかライト行くかによってね、あ、じゃあ、 あの島内がねレフト行くかライト行くかによって変わるけども、うん、だからそのあと1個のポジションに、まあ、西川、はい、武藤、吉野、田中和樹、岡島、まあ、武藤、うん、渡辺、うん、小郷、いっぱいいるんですよ、和田蓮、うん、とかで勝負じゃない、
はい、でもしくは阿部ちゃんが外野回るか茂木が外野みたいなね、うん、レフトをやってますからねっていうところの、ね、あれもあるけども、だからまあサバイバルは外野1個だけだね。でキャッチャーもね、サバイバルっていうかもう回すと思う、複数人で1人に決めずにという、決めずにっていうか決めれない、はい、まあ、決めるほど頑張ってくれたら、うん、あのもう確定できるっていうぐらいの格はいないから、サバイバルっちゃサバイバルだけど、まあ、誰が格になるかなっていう感じですよね、はい、だからもう外野1個だね。うわー、めっちゃサバイバルかと思ってたら空いてるの1ポジションですか。そうだね、うん、まあ他はほぼ格だもんね、はい、普通にやればじゃあ争うのは外野とキャッチャーか。うん、でもキャッチャーもそうだね、まあ、でもキャッチャー3人で回すって考えたらその3人1軍いるからね。そうですね、うんうん、だからまあその誰がレギュラーになれるかどうかだね、うん、試合出れないことはないと思うね、はい、他のポジションはサバイバルに負けたら試合出れないからね、うん、で外野1個だね。はい、うわー、そうなんだ。で、まあ、ピッチャーで言えば、はい、まあ、決まってんのは先発で言うと岸、はい、則本、うん、マークはもうほぼ確だね、はい、うん、あと新外国人、うん、新外国人のバニュエロス、うん、バニュエロス、はい、エロスだって。そうなの、バニュエロス、そこに反応するんですかバニュエロス、はい、はなんか先発やるからね、はい、だから4年確定だね、はい、だから2人空いてるね、うん、だからそこの2つに、まあ、ルーキーの庄司君とかもそうだけども、まあ、あとまあ早川がね、うん、あのクリーニング手術からどこまでかっていうところもあるけども、キャンプ次第だけど駒場投手私はローテーション入れると思うんですよね。うん、でまあ、滝中もピリッとしないし、だからまあそこも勝負だね、滝中、唐島とかも。唐島投手、ね、うん、まあ、俺は西口先発した方がいいってずっと言ってるんだけど、そうですね、まあ、それがどうなるのかっていうところもあるけども、うん、はい、まあ、先発はもう決まってるの4人だね、はい、あとはだから2つはサバイバルだね、はい、誰が入ってくるか、うん、でリリーフは松井、うん、安楽、孫で、もし西口がリリーフだったら西口、うん、でまあ、去年の頑張りから考えるともう宮森と、そうですね、そこ入ってくるでしょうね、うん、で、まあ、西垣、うん、ぐらいが入ってきたら、うん、もうリリーフはほぼな1個あったとして1個ぐらい。小峰投手とか期待してるんだけどな、あとルーキーの林勇輝投手、だから先発にリリーフ1ぐらいじゃない。藤平投手も出てきてほしいな。だから先発が一番チャンスあんね。そうです、あと2枠、うんうん、でしかももう、岸もマー君もベテランクラスだから、はい、もうそこが一生できるわけじゃないから、その次入っていけるところも育てなきゃいけないって考えたら、うん、楽天は先発が一番チャンスだね。確かに先発ほぼ30代ですね、うん、だってまあ防御率悪いからね、はい、先発の。そうでした、うん、それはやっぱりチャンスもね、はい、出てくるけども、うん、そこだね、うん、だまあ野手はもう外野1個のみだね、はい、あとはキャッチャーはまあ誰が頑張るかっていう、うん、でまあ、チーム全体で考えると、はい、もう先発が頑張れなきゃ終わりだからね、うん、まあ、正直岸も防御率 3.19 8勝10敗、はい、で則本10勝8敗 3.53、うん、でマー君 3.31 9勝12敗だから、うん、そのまあ、先発この3人でほぼ確でしょって言っててる3人で借金3だからね、去年、はい、去年だからそうなると弱いよね。だからやっぱここの3人がまだトップで引っ張っていかなきゃいけないっていうところはきついんだよね、編成上。そうですね、だからそれに次に来る選手たちがどこまで頑張れるかっていうところと、まあ、この3人でトータルで貯金やっぱ10から15作れないと多分きついと思うんだよね、うん、3人合わせて、はい、だからそれがまあ今年に向けてのやっぱ勝負だね、うん、最後どこまで鞭打って頑張れるかっていう。そうですね、だからまあ投手陣がどこまで出てくるかだね。いや、それがやっぱりキャンプの中の見方と、うん、あとはまあ、野手はほぼほぼまあそこそこ頑張れるんちゃうかっていうところはあるけども、まあでもさっきのやつ見ててもこのフランコ・ギッテンスが潰れた終わりだからね、はい、だからまあここ最近ね外国人全く機能しないからね、はい、だからそこが機能できるかどうかも打線の点を取れる格が決まるかどうかが大事になってくるから、まあギッテンス・フランコにはかかってくるよね。ギッテンス選手ちょっとまた開幕で怪我は怖いんで、いや今年怪我するのはフランコだよ。え、何ですか。だってカスティーヨ、ギッテンス、新しいのだから新しい、だからフランカスティーヨ、ギッテンスという名のフランコでしょ。いやいや、やめてくださいよ。違うの、めっちゃ期待してる選手なんですから、フランコ、マイケル・フランコ選手。でもギッテンスもカスティーヨも期待してたよ。
めちゃ期待しました。だから一緒で楽天は外国人選手開幕出ないでいただいた方がいいかもしれないいやいや初出場でやるから。そうそうそう、あそうか、初出場だから1打席目ですもんね。そう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 、だから1打席目振らんかったらいいんちゃう。あ確かにもう見逃しで1打席目はだからまあここが、はい、まあ、かかってくるかな結局はね、うん、あと阿部がどこまで機能するかもかなり重要だと思う。そうですね、阿部が機能したらまた打線のつながりもできるし、うん、いい形 の、 あのオーダーも組めると思うから、ハマったらめっちゃいい打線だと思うんですよね、うん、でもそのためにもやっぱりフランコ・ギッテンスがパッとしなかったら、パッとしないのに使わなきゃいけないってなってくると、うん、なかなかね厳しくなるから、まあ、ここと、はい、あとはまあピッチャーの、うん、ピッチャーがどこまでアピールできるかだね。ピッチャー外国人投手いないからね、ソン以外で。バニエロス、あそうそうそう、そのバニエロスもハマるのかな。だからもうそこがハマったら爆発力あるで。バニエロス投手は去年はメジャーでリリーフしかしてないらしいんですよ、うんうん、なので、まあ、でも結局は岸則本マー君だね、うん、この3人で貯金を 10から15作れるかどうかが勝負だから、まあ、開幕からね、はい、どこまでバシッとね、うん、いけるかどうかだね、はい、あとはもう松井裕樹がね後ろ万全にいればね、そこをうまくあのつなげる役割の選手はいるからね、はい、そこだねポイントはね。若い先発ピッチャー出てきてほしいです。うん、そのだからヒットも新人になるからね、うん、まあ、そこ新人って言われてる時点でもう既存の選手たちは恥ずかしいと思った方がいいね、はい、早川投手とか滝中投手とか。早川もね怪我手術明けでどこまでいけるかがね分かんないですからね、うんうん、ここら辺でパーンといかないとね、はい、っていうところもどんどん出てくるし、あとは俺は本当に西口先発おすすめですけど、はい、皆さんどうでしょうか。